旧徳総合運動場は韓国の不山広域市にある多目的競技場である。現在は主にサッカーの試合に使用されている。1928年9月に開場。現在の収容人員は12,349人だが、以前は3万人の観客を収容可能であった。1988年のソウルオリンピックでは、 サッカー競技の試合会場として使用された。また、1997年東アジア大会では、開会式と閉会式、陸上競技、サッカー競技会を開催するメイン会場として使用された。なお、富山を本拠地とするプロサッカーチーム、富山アイパークは1997年から2002年まで本拠地とした後、2015年から再び、東スタジアムを本拠地としていた。 また、富山交通公社 FC も2006年から、トースタジアムを本拠地としている。1988年に、ソウルで開催された夏季オリンピック中に、韓国代表戦の3試合と準決勝の1試合を、含む8試合が、トースタジアムで開催された。9月17日から9月27日までの11日間、9カ国72人の役員と180人の、 選手が参加し、通算で146,320人、1日平均18,290人の観客を集めた。オリンピック開催にあたり、電光掲示板やその他の施設の改修を行い、合計6億7,500万ウォンの費用が投入された。ありがとうございます。